それでは本日デビューいたしました111期の赤井睦美選手です。どうぞステージの方にお越しください。はい、どうぞ中央の方にいらっしゃってくださいね。はい、今日はたくさんの方が詰めかけてくださいましたが、今のお気持ちいかがですか？とても嬉しいです。はい、はい、本日11月1日にデビューしたわけですけれども、まずこのデビュー戦だったんですが、どんな気持ちで迎えられたんですか？すごい、もうあの同期初めてということ、第1号っていうことで、はい、やっぱり緊張しました。はい、はい、111期で11月1日の1レースにデビューと、はい、1がいっぱい並びました。すごい、もう本当に気前っていうか、はい、語呂のいいね、日で本当に良かったと思います。この後大きな思い出になって、いやあの日にデビューしたんだよということに必ずこの日はなりますから、はいはい、水面の方もちょっと荒れ気味で満潮で風も強かったんですが、いかがでしたか？そうですね、追い風だったので、はい、スタートをちょっと気にして、でまあ正常なスタートが切れたので良かったと思います。はい、コンマ2-3ということでしたが、隣がちょっとへこんでいたりとかね、はい、しましたけれども、3周落ち着いて走ることはできましたか？そうですね、ちょっとパタパタしちゃったんですけど、はい、まあ無事故で完走することができました。はい、まずは1走し終えて、はい、ちょっとほっとした感じですかね。はい、そうですね。はい、今回は手にされたエンジンは前回大賀選手が乗っておられたんですが、プロペラの方はもうそのままで今日は臨まれましたか？はい、もう何もせずに、はい、はい、では今節はもうレースに集中ということになりますかね。はい、そうですね。はい、それはデビュー前のお話をお聞きしてまいりたいと思いますけれども、まずアマチュアのボートの方を経験されていたんですね。はい、そうですね、目指し始めてから、はい、まあ、と同時にアマチュアも紹介していただいて、はい、で一緒にやってました。ご出身は岡山の方でいらっしゃるんですよね。はい、はい、岡山です。ではボートレーサーを志すきっかけとなったのは、やはりこの小島ボート。そうですね、小さい頃から親に連れてきてもらってて、はい、でまあはい、よく来てました。はい、そしてこれから将来を見極めるという時にボートという道もあるぞというのはどなたに勧められたんですか？父親ですね。はい、お父様の勧めでいらっしゃってるんですかね。はい、はい、ね、あのスポーツウーマンでいらっしゃったようですが、学生時代は部活動というのは何かなさってたんですか？小学校から高校までソフトボールをしてました。はい、ポジションは？はピッチャー、主にピッチャーをしてます。主にピッチャーで、はい、ソフトボールをずっと小学校から高校まで、はい、で学生時代はその関係で、では岡山を少し離れた時期も終わりだったんですかね。はい、そうですね、高校3年間は神戸の方で寮生活をしながら、はい、ソフトボールしてました。はい、ではこの部活動で培ったものというのもあるかと思いますが、精神面はかなり鍛えられたんじゃないですか？そうですね、はい、かなり部活の面の方で鍛えられたところもあります。はい、あの随分上の方で活躍されたとお聞きましたけれども、あ、はい、まあ高校はそうですね、はい、レベルの高いところだったので、はい、では全国の中で揉まれながら、はい、はい、そうですね、はい、ソフトボールは団体競技ですが、このボートレーサーは一人で水面で戦うということになります。はい、はい、ご自身ではどんな競技だと頭に描いていらっしゃいますか？もうやっぱり自分自身の気持ち一つで、はい、まあ、どうにでもなると思うので、はい、しっかりもう気持ちを持って頑張っていきたいと思います。はい、好きな道にこうして、ね、飛び込むことができたわけですもんね。はい、はい、大和に入るまではだいぶ試験受けましたね。はい、なんかね、4年間なんで8回受けました。はい、4年間で8回受けて、その間気持ちは折れたりはしなかったですか？折れそうになったんですけど、はい、まあはい、諦めず頑張りました。はい、ではその間にアマチュアボートの方で経験もなさりながら試験を受けてと、はいはい、この111期の中で大和での生活だったんですが、勝率の方も6点台を残されました。はい、大和学校での経験ではいかがでしたか？もうすごいやっぱり一からっていうところで、はい、やっぱりいろいろ大変だったんですけど、はいはい、モーター整備から旋回から、はい、団体活動と、ね、はいはい、ま、でもすごいプロになるためなんで、もう頑張りました。はいはい、好きな道に進むためですから、どんな苦労も厭わないという覚悟はできてましたね。はいはい、デビュー前は小島ボートで施設いろいろありましたが、お手伝いをなさりながら実際にレースを見ました。どんな印象でしたか？はい、もうやっぱり迫力がやっぱり違って、はい、やっぱり上の丘の動きとかでもやっぱりもう動き回らないとやっぱり間に合わないので、やっぱそういうところでもマット早くしていかないといけないなという感じです。はい、あの各シリーズで赤井選手の
声がよく響いてました、ピット内によろしくお願いします、はい、というのがですね、はいはい、前節は原田幸也選手という SG を3回取った選手の レーサーの走りも間近に見ましたね。はい、そうですね、はい、すごい声もかけていただいて、はいはい、よかったです。いつかは一緒に大きな舞台で走りたいですね、はい、そうですね、はい、その第一歩が本日だったということなんですが、ご自身で具体的に描いていらっしゃる夢、それから目標等はありますか？そうですね、今は一日も早く先輩選手に追いつけるように、はい、水準差を、はい、早く上げたいと思います、はいはい、このアマチュアで経験なさったことというのは実践のこのボートレースというので活かせる面というのもありますか？そうですね、やっぱり旋回の面とかでもありますね、はい、この岡山支部の先輩では先輩方おられるんですよね、ボートアマチュアボート出身の先輩方もね、はい、おられますし、はいはい、では今節早い段階でファンの皆さんの船家に貢献できるようなところに行きたいですね、はい、貢献できるように頑張ります。はい、今回は混合戦ということで岡山支部の先輩寺田千恵選手や佐藤幸子選手、福島陽子選手と先輩方もおられますね、はいはい、勉強するところが多いですね、はい、たくさんアドバイスをいただいて頑張りたいと思います。はい、はい、それではたくさんの方がお集まりいただいております。今後の抱負を力強くお願いいたします。これからいっそいっそ頑張って、恩返し、皆さんに恩返しができるように頑張っていきます。応援の方よろしくお願いします。はい、本日デビューいたしました111期の赤井睦美選手でした。はい、今日は花束を持ってファンの方もたくさん駆けつけてくださっておりますのでね、それでは花束の方で激励の花束いただきましょうかね、はい、ちょっとマイクをお預かりします。それから写真の方もね、はい、カメラを持ったファンの方も駆けつけてくださいました。はい、本日ありがとうございます。はい、いや、可愛らしいファンの方もおられました。本日111期の赤井睦美選手が第一レースでデビューいたしました。大和の学校受験はなんと8回ということで、23歳でのデビューとなったわけですけれども、今後が大いに期待される岡山の女子レーサー大型新人の登場です。続々とファンの方が駆けつけてくださいました。本日は11月1日ボート界の新規、この第初日1レースに111期の第1号として赤井選手がデビューいたしました。はい、はい、ありがとうございます、はい、ではもう今期の目標、今期、はい、はい、そして出走表にもいい言葉が書いてありましたけれども、今後の人生の盛大な目標でも構いませんけれども、はいはい、とりあえず、まあ、今期は、スタートを、まあ、安定したスタートでもう少し踏み込んでやっていって、はい、で、まあ、展開が良かったら水準差を上げたいと思います。はい、スタートを行って水準差を目指すということで、はい、そして、女子レーサーが成し得なかったことをねどんどん塗り替えていってください。はい、はい、まずは今日が第一歩ということになりました。本日デビューいたしました111期の赤井睦美選手、もう一度大きな拍手を皆さんお送りください。ありがとうございました、はい、この後ピットに帰って忙しいですね。はい、頑張ってください。はい、それではファックスで送り出したいと思います。どうぞピットの方にお戻りください。